谷崎潤一郎作。知人の愛。前回の続きからです。発章。ちょうど直美が十八の年の秋。残暑の厳しい。 9月初旬ののある夕方のことでした私はその日、会社の王が暇だったので、1時間ほど早く切り上げて、大森の家へ帰ってくると思いがけなく門を入った庭のところについぞ見慣れない一人の少年が、ナオミと何か話しているのを見かけました。 少年の年はやはりナオミと同じくらい上だとしてもせいぜい19を超えてはいまいと思いました白地がすりの一重を着てヤンキー好みの派手なリボンのついている麦わら帽子をかぶってステッキで自分の下駄の先を叩きながらしゃべっているあから顔の眉毛の恋 目鼻立ちは悪くないがまんべんにニキビのある男ナウミはその男の足元にしゃがんで花束の影に隠れているのでどんな様子をしているのだかはっきり見えませんでした百日草や花魁草やカンナの花の咲いている間から その横顔と髪の毛だけがわずかにちらちらするだけでした男は私に気がつくと帽子を取って会釈をして「じゃあまた」とナオミの方を振り向いて言いながらすぐスタスタと門の方へ歩いて行きました「じゃあさようなら」 も続いて立ち上がりましたが「さようなら」と男は「後ろ向きのままそう言い捨てて私の前を通るとき帽子の縁へちょっと手をかけて顔を隠すようにしながら出て行きました」「誰だねあの男は」と私は嫉妬というよりは 今のは不思議な場面だったねというような軽い好奇心で聞いたのでした「あれあれは私のお友達よ浜田さんっていういつ友達になったんだい」「もう先からよあの人も伊沢越へ声楽を習いに行っているの顔はあんなにニキビだらけで汚いけれど」 歌を歌わせると本当に素敵よいいバリトンよこの間の音楽会にも私と一緒にカルテットをやったの言わないでもいい顔の悪口を言ったので私はふいっと疑いを起こして彼女の目の中を見ましたけれどなおみのそびりは落ち着いたもので。 少しも平素と異なったところはなかったのですちょいちょい遊びにやってくるのかいいいえ今日が初めてよ近所へ来たから寄ったんだって今度ソシアルダンスのクラブをこしらえるからぜひ私にも入ってくれって言いに来たのよ 私は多少不愉快だったのは事実ですが、しかし、だんだん聞いてみると、その少年が全くそれだけの話をしに来たのであることは、嘘でないように考えられました。第一、彼と直美とが、私の帰ってきそうな時刻に庭先で喋っていたということ、それは私の疑いを晴らすのに十分でした。 それでお前はダンスをやるっって言ったのかい「考えておくって言っといたんだけど」と彼女は急に余ったれた猫なで声を出しながら「ねえやっちゃいけないやらしてよ」「ジョージさんもクラブへ入って一緒に習えばいいじゃないの」 僕もクラブへ入るのかいえ誰だって入れるわイセラゴの杉崎先生の知っているロシアの人が教えてくれるのよ何でもシベリアから逃げてきたんでお金がなくって困ってるもんだからそれを助けてやりたいと言うんでクラブをそれたんですってだから一人でもお弟子の多い方がいいのよ ねえ、やらせてよ。お前はいいが、僕が覚えられるかな大丈夫よ、ジキに覚えられるわよ。だけど僕には、音楽の素養がないからな。音楽なんか、やっているうちに、自然とわかるようになるわよ。ねえ、 ジョージさんもやらなきゃダメ私一人でやったって踊りに行きやしないものそうして時々二人でダンスに行こうじゃない毎日毎日うちで遊んでばかり行ったってつまりやしないわナおがこの頃少し今までの生活に退屈を感じているらしいことはうすうす私にも分かっていました 考えてみれば私たちが大森へ巣を構えてからすでに足掛け4年になりますそしてその間私たちは夏の休みを除くほかはこのおとぎ話の家の中に立てこもって広い世の中との交際を立ちいつもいつもただ2人きりで顔をつき合わせていたのですから。 いくらいろいろな遊びをやってみたところで結局退屈を感じてくるのは無理もありませんましてナオミは非常にアギっぽい立ちでどんな遊びでも初めはバカに夢中になりますが決して仲続きはしないのでしたそのくせ何かしていなければ1時間でもじっとしてはいられないので トランプもいや兵隊将棋も嫌、活動俳優の真似事も嫌となると、仕方がなしにしばらく捨てて顧みなかった花壇の花をいじくって、せっせと土を掘り返したり、種をまいたり、水をやったりしましたけれど、それも一時の気まぐれに過ぎませんでした。 ああつまらないな何か面白いことはないかなとソファーの上に反り返って読みかけの小説本をおっぽり出して彼女が大きくあくびするのを見るにつけてもこの単調な2人の生活に一点かを与える方法はないものかと私もうちうちそれを気にしていたのでしたであたかもそういう際でしたから これはなるほど、ダンスを習うのも悪くは,なかろうもはやナオミも3年前のナオミではないあの鎌倉へ行った自分とは訳が違うから彼女を立派に清掃させて社交界へ打って出たらおそらく多くの婦人の前でも引けを取るようなことはなかろうとその想像は私に言い知れぬ誇りを感じさせました。 前にも言うように私には学校時代から格別親密な友達もなくこれまでできるだけ無駄な付き合いを避けて暮らしてはいましたけれどしかし決して社交界へ出るのが嫌ではなかったのです田舎者でお世辞が下手で人との対応が割れながら不細工なのでそのため引っ込み思案になっていたものの それだけにまた帰って一層華やかな社会を慕う心がありましたもともとナオミを妻にしたのも彼女をうんと美しい夫人にして毎日方々へ連れ歩いて世間のやつらに何とかかかとか言われてみたい「君の奥さんは素敵なハイカラだね」と交際上理で 褒められてみたい、とそんな野心が大いに働いていたのですから、そういつまでも彼女を小鳥の籠の中へしまっておく気はなかったのです。ナオミの話では、そのロシア人の仏塔の教師は、アレキサンドラ・シュレムスカヤという名前のある伯爵の夫人だということでした。 夫の伯爵は革命騒ぎで行方不明になってしまい子供も2人あったのだそうですがそれも今では居所が分からずやっと自分の身一つを日本へ落ち延びてひどく生活に窮していたので今度いよいよダンスの教授を始めることになったのだそうですで直美の音楽の先生である杉崎春江女子が 夫人のためにクラブを組織しそして幹事になったのがあの浜田という慶応義塾の学生でした稽古場に当てられたのは三田の肘坂にある吉村という西洋楽器店の2階で夫人はそこへ毎週2回月曜日と金曜日に出張する会員は 午後の4時から7時までの間に都合のいい時を定めていって1回に1時間ずつ教えてもらい月謝は1人前20円それを毎月毎金で払うという規定でした私とナオミと2人で行けば月々40円もかかるわけでいくら相手が西洋人でも馬鹿げているとは思いましたが ナオミの言うにはダンスといえば日本の踊りも同じことでどうせ贅沢なものだからそのくらい取るのは当たり前だそれにそんなに稽古しないでも器用な人なら一月ぐらい不器用なものでも三月もやれば覚えられるから高いと言っても知れたことだ第一難だわそのシュレムスカヤっていう人を助けてやらなくか 気の毒だわ昔は伯爵の夫人だったのがそんなに落ちぶれてしまうなんて本当にかわいそうじゃないの浜田さんに聞いたんだけどダンスは非常にうまくってソシアルダンスばかりじゃなく希望者があればステージダンスも教えるんだってダンスばかりは芸人のダンスは下品でダメだわああいう人に教わるのが一番いいのよ とまだ見たこともないその夫人に彼女はしきりと肩を持っていっぱしダンス通らしいことを言うのでしたそういうわけで私とナオミとはとにかく入会することになり毎月曜日と金曜日にナオミは音楽の稽古を済ませ私は会社の方が弾けるとすぐその足で午後6時までに 日尻坂の楽器店へ行くことにしました初めの日は午後5時に田町の駅で直美が私を待ち合わせそこから連れ立って出かけましたがその楽器店は坂の中途にある間口の狭いささやかな店でした中へ入るとピアノだのオルガンだの蓄音機だのいろいろな楽器が窮屈な場所に並んでいて もう2階ではダンスが始まっているらしく、想像しい足取りと蓄音機の音が聞こえました。ちょうど、はしご段の上り口のところに、慶応の学生らしいのが5、6人うじゃうじゃしていて、それがじろじろ私とナオミの様子を見るのがあまりいい気持ちはしませんでしたが、ナオミさんと、その時 なれなれしい大きな声で彼女を呼んだものがありました見ると今の学生の一人でフラットマンドリンというものでしょうか平べったいちょっと日本の月勤のような形の楽器を小脇に抱えてそれの調子を合わせながら針金の弦をチリチリ鳴らしているのです「こんにちは」と 直美も女らしくない書生っぽのような口調で応じて「どうしたのまーちゃんはあんたダンスをやらないの?」「やだ俺や。とそのまーちゃんと呼ばれた男はにやにや笑ってマンドリンを棚の上に置きながら「あんなもな俺おりゃまっぴらごめんだ」 第一おめえ月賞二20円も取るなんてまるでけえやだって初めて習うんだから仕方がないわよなあにいずれそのうちみんなが覚えるだろうからそうしたらやつらをとっつかまえて習ってやるよダンスなんざそれでたくさんよどうで要領がいいだろう。 ずるいわマーちゃんはあんまり容量が良すぎるわよところでハムさんは2階にいるうんいる行ってごらんこの楽器屋はこの近辺の学生たちのたまりになっているらしくナオミもちょいちょい来るものと見えて店員などもみんな彼女と顔なじみなのでした ちゃん、今下にいた学生たちはあれは何だねと私は彼女に導かれてはしご段を登りながら尋ねました「あれは慶応のマンドリンクラブの人たちなの口は存在だけれどそんなに悪い人たちじゃないのよみんなお前の友達なのかい?」。 友達って言うほどじゃないけれど時々ここへ買い物に来るとあの人たちに会うもんだからそれで知り合いになっちゃったのダンスをやるのはああいう連中が主なのかなさあどうだかそうじゃないでしょ学生よりはもっと年を取った人が多いんじゃない 「今行ってみればわかるわよ」「2>, 2階へ上がると廊下のとっさきに稽古場があってワン・ツー・スリーと言いながら足拍子を踏んでいる56人の人影がすぐと私の目に入りました」「2本座敷を2間打ち抜いて靴履きのまま入れるような板敷きにして」 多分滑りを良くするため何かしたのでしょう例の浜田という男があっちこっちへちょこちょこ駆け抜いて歩いては細かい粉を床の上へ撒いていますまだ日の長い暑い時分のことだったのですっかり障子を開け放してある西側の窓から夕日がギラギラと差し込んでいる そのほの赤い光を背に浴びながら白いジョーゼットの上着を着て紺のサージのスカートを履いて部屋と部屋との間のところに立っているのが言うまでもなくシュレムスカヤ夫人でした二人の子供があるというのから察すれば実際の年は三十五六にもなるのでしょうか 見たところではようやく30前後ぐらいでなるほど貴族の生まれらしい威厳を含んだきりりと引き締まった顔立ちの婦人その威厳は多少の凄みを覚えさせるほど蒼白を帯びた澄んだ血色のせいであろうと思われましたがしかし凛子たる表情や勝者な服装や 胸だの指だのに輝いている宝石を見るとこれが生活に困っている人とはどうしても受け取れませんでした夫人は片手にむちを持って心持ち気難しそうに眉を寄せながら練習している人々の足元を睨んでワン・ツー,ー・ロシア人の英語ですから トゥリーをトゥリーと発音するのです。と静かなしかし命令的な態度を持って繰り返しています。それに従って練習生が列を作っておぼつかないステップを踏みつつ行ったり来たりしているところは女の士官が兵隊を訓練しているようでいつか浅草の建立館で見たことのある 女軍出世を思い出しました練習生のうちの三人はとにかく学生ではないらしい背広服を着た若い男であとの二人は女学校を出たばかりのどこかの霊場でありましょう質素ななりをして袴を履いて男と一緒に一生懸命に稽古しているのがいかにも 真面目なお嬢さんらしくて悪い感じはしませんでした。夫人は一人でも足を間違えたものがあるとたちまち「NO!」と鋭く失してそばへやってきて歩いてみせる。覚えが悪くてあまりたびたび間違えると「n o g o o と叫びながらムチでピシリ と床を叩いたり男女の容赦なくその人の足を打ったりします教え方が実に熱心でいらっしゃいますのねあれでなければいけませんわ本当にねシュレムスカヤ先生はそりゃ熱心でいらっしゃいますの日本人の先生方だとどうしても あーは参りませんけれど西洋の方はたとえご婦人でもそこはきちんとしていらっしゃって全く気持ちがようございますのよそしてあの通り授業の間は1時間でも2時間でもちっともお休みにならない稽古をお続けになるものですからこの暑いのにお体抵ではあるまいと思ってアイスクリームでも差し上げようかと申すのですけれど 時間の間は何もいらないとおっしゃって、決して召し上がらないんですの。まあよくそれで奥たびれになりませんのね。西洋の方は、体ができていらっしゃるから、私どもとは違いますのね。でも、考えるとお気の毒な方でございますわ。元は伯爵の奥様で 何不自由なくお暮らしになっていらしたのが革命のためにこういうことまでなさ,らなさるようになったのだから待合室になっている次の間のソファーに腰をかけて稽古場のありさまを見物しながら2人の夫人がさも感心したようにこんなことをしゃべっています。 一人の方は256の唇の薄く大きいシナキンギョの感じがする丸顔のデメで髪の毛を割らずに額の生え際から頭のてっぺんへハリネズミの伝部のごとく次第に高くふくらがして束のところは非常に大きな白べっ甲のかんざしを刺してエジプト模様の潮せの丸帯に すいののめをしているのですが、シュムレスカヤ夫人の境遇に同情を寄せしきりに彼女を褒めちぎっているのはこの夫人の方なのでしたそれに相筒を打っているのは汗のため厚化粧のおしろいがぶちになってところどころに小じわのある荒れた地肌が出ているのから察すると おそらく40近いのでしょう。わざとか生まれつきか髪にゆった赤い髪の毛のぼうぼうと縮れ,れた痩せたひょろ長い体つきのみなりは派手にしていますけれどちょっと看護婦あがりのような顔立ちの女でしたこの婦人たちを取り巻いてつつましやかに自分の番を待ち受けている人々もあり 中にはすでに一通りの練習を積んだらしく天でに腕を組み合わせて稽古場の隅を踊り回っているのもあります漢字の浜田は夫人の代理という格なのか自分でそれを気取っているのかそんな連中の相手になって踊ってやったり蓄音機のレコードを取り替えたりして一人で目まぐるしく活躍しています 一体女は別として男でダンスを習いに来ようというものはどういう社会の人間なのかと思ってみると不思議なことに洒落た服を着ているのは浜田ぐらいであとは大外安月給取りのようなやぶ臭い紺の三つ組を着た気の利かなそうなのが多いのでした最も年は皆私より若そうで30代と思われる紳士は たたった一人しかありませんその男はモーニングをまとって金縁の分の厚い眼鏡をかけて時勢遅れの奇妙に長い八字ひげを生やしていて一番飲み込みが悪いらしく幾度となく夫人にノーグッドとどやしつけられ無知でびしりと食わされます。とその度ごとにニヤニヤ 間の抜けた薄笑いをしながら、また初めから、ワン、ツー、スリーをやり直します。ああいう男がいい年をして、どういうつもりでダンスをやる気になったものか、いや、考えると自分もやはりあの男と同じ仲間じゃないのだろうか、それでなくても晴れがましい場所を出たことのない私は、この婦人たちの目の前で、 あの西洋人にどやしつけられる刹那を思うといかにナオミのお付き合いと言いながらなんだかこう見ているうちに冷や汗が湧いてくるようで自分の番の回ってくるのが恐ろしいようになるのでした「いやあいらっしゃい」と浜田は二三番踊り続けて 半ケチでニキビだらけの額の汗を拭きながらその時そばへやってきました「いやこの間は失礼しました」と今日はいささか得意そうに改めて私に挨拶をして直美の方を向きながら「この暑いのによく来てくれたね君すまないが戦争を持ってたら貸してくれないか何しろどうも」 アシスタントもなかなか楽な仕事じゃないよナウは帯の間からセンスを出して渡してやってでもハムさんはなかなかお上手ねアシスタントの資格があるわいつから稽古しだしたの僕かい僕はもう半年もやっているのさけれど君なんか器用だからすぐ覚えるよ ダンスは男がリリードするんで女はそれにくっついていきゃいいんだからあのそこにいる男の連中はどういう人たちが多いんでしょうか私がそう言うと「はああこれですか?」と浜田は丁寧な言葉になって「この人たちは大概あの 東洋石油株式会社の社員の方が多いんです杉崎先生のご親戚が会社の重役をしておられるんでその方からのご紹介だそうですがね東洋石油の会社員とソシアルダンス随分妙な取り合わせだと思いながら私は重ねて尋ねましたじゃあ何ですか あのあそこにいるヒゲの生えた紳士もやっぱり社員なんですかいやあれは違いますあの方はドクトルなんですドクトルええやはりその会社の衛生顧問をしておられるドクトルなんですダンスぐらい体の運動になるものはないというんで。 あの方はむしろそのためにやっておられるんです。そう、大浜さん。と、ナオミが口を挟みました。そんなに運動になるのかしらああ、なるとも。ダンスをやってたら冬でもいっぱい汗をかいて、シャツがぐちゃぐちゃになるくらいだから、運動としては確かにいいね。おまけに、 シュムレス海夫人とはあの通り練習が猛烈だからねあの夫人は日本語がわかるのでしょうか私がそう言って尋ねたのは実はさっきからそれが気になっていたからでしたいや日本語はほとんどわかりません大体いい英語でやっていますよ 英語はどうも、スピーキングの方になると僕は増えてたもんだからなあにみんなご同様でさシュレムスカヤ夫人だって非常なブロークイングリッシュで僕らよりひどいくらいなんですからちっとも心配はありませんよそれにダンスの稽古なんか言葉は何も入りやしませんワン・ツー・スリーで あとは身振りでわかるんですから「おやなおみさんいつお見えになりまして?と」とその時彼女に声をかけたのはあの白べっこうの箸を刺したシナ金魚の夫人でした「ああ先生ちょいと杉崎先生よ」 直美はそう言って私の手を取ってその夫人のいるソファーの方へ引っ張って行きますあの先生ご紹介します川合丈二ああそうと杉崎女子はナ緒美が赤い顔をしたので皆まで聞かずにそれと意味を悟ったらしく立ち上がって会釈しながら お初にお目にかかります。私杉崎でございます。ようこそお越しくださいました。なおみさん、その椅子をこちらへ持っていらっしゃい。そして再び私の方を振り返って、さあどうぞおかけ遊ばして。もうじきでございますけれど、そうして立ってお待ちになっていらっしゃっちゃう、お久たびでになりますわ。 私は何と挨拶したかはっきり覚えていませんが多分口の中でもぐもぐやらせただけだったでしょうこの私というような切り口調でやってこられる婦人連が私には最も苦手でしたそればかりでなく私とナオミとの関係をどういうふうに女子が解釈しているのか なおみがそれをどの点までほのめかしてあるのかついうっかりして正しておくのを忘れたのでなおさらどぎまぎしたのでしたあのご紹介いたしますがと女子は私のもじもじするのに頓着なく例の遅れげの婦人の方を指しながらこの方は横浜の ジェームス・ブラウンささんんの奥さんでいいらっしゃいます。この方は大井町の電気会社に出ていらっしゃる川井ジョージさん。なるほどするとこの女は外国人の細君だったのかそう言われれば看護婦よりもラシャンメンタイプだと思いながら私はいよいよ固くなってお事業をするばかりでした。 あなた、失礼でございますけれどダンスのお稽古をなさいますのはフォイストタイムでいらっしゃいますの?」。その千地出毛はすぐに私を捕まえてこんなふうにしゃべりだしたが「フォイストタイム」というところが嫌に気取った発音でひどく早口に言われたので「は?」と言いながら私がヘドモドしていると。 ええ、お初めてなのでございますの」と杉崎女子がそばから引き取ってくれましたまあそうでいらっしゃいますかでもねなんでございますわそりゃジェントルマンはレディーよりももうもうディフィカルトでございますけれどもお初めになればじきになんでございますわこの もうもうというやつはまた私にはわかりませんでしたがよく聞いてみるとモアモアという意味なのですジェントルマンをジェンルマンリットルをリルルすべてそういう発音の仕方で話の中へ英語を挟みますそして日本語にも一種奇妙なアクセントがあって3度に1度は何でございますわ を連発しながら油紙へ火がついたように再現もなく喋るのですそれから再びシュレムスカヤ夫人の話ダンスの話語学の話音楽の話ベートーベンのそなたが何だとか第三シン人がどうしたとか何々会社のレコードは 何々会社のレコードより良いとか悪いとか私がすっかりしょげて黙ってしまったので今度は女子を相手にしてペラペラやりだすその口ぶりからする推察するとこのブラウン氏の夫人というのは杉崎女子のピアノの弟子ででもありましょうかそして私はこんな場合にちょっと失礼いたしますと言い潮時を見計らって 席を外すというような器用な真似ができないのでこの常実家の婦人の間に挟まった不運を短足しながら嫌でも王でもそれを拝聴していなければなりませんでしたやがてヒゲのドクトルをはじめとして石油会社の一団の稽古が終わると女子は私とナオミとを シュレムスカヤ夫人の前へ連れて行って最初にナオミ次に私をこれは多分レディーを先にするという西洋流の作法に従ったのでしょう極めて流暢な英語をでもって引き合わせましたその時女子はナオミのことをミス・カワイと呼んだようでした私はうちうちナオミが「 どんな態度をとって西洋人と応対するか興味を持って待ち受けていましたが普段はうぬぼれの強い彼女も夫人の前へ出てはさすがにちょっと狼狽の気味で夫人が何か一言二言言いながら威厳のある目元に微笑みを含んで手を差し出すとナオミは真っ赤な顔をして何も言わずにこそこそと握手をしました。 私と来てはなおさらのことで、正直のところ、その青白い彫刻のような輪郭を仰ぎ見ることはできませんでした。そして黙ってうつむいたまま、ダイヤモンドの細かい粒が無数に光っている婦人の手をそっと握り返しただけです。